はいどうも、リスタンです。今日はついに YouTuber 動画の定番である収益公開をしたいと思います。チャンネルを始めてから約1年半、登録者数3万人のドラマー YouTuber の収益がどれぐらいのものなのかと興味がある方も多いんじゃないかと思います。そして現在2021年1月で年が明けたばかり、明けましておめでとうございます。そう、年が明けたばかりなので、昨年2020年に起きた出来事をざっくり年表とグラフにまとめましたので、振り返りながら紹介していきたいと思います。いやいや、いいからさっさと収益教えろやって思うかもしれませんが、それぞれ収益やチャンネル登録者数に影響を与えた出来事をピックアップしていくので、ぜひ最後まで一緒にご覧ください。っていうのもね、僕のような弱小 YouTuber でもやはり1年間となるといろんなドラマがあるんですよ。それぞれのトピックスをね、顔文字で表現してみました。見てみてください。3月に至ってはゲロルシュタイナーしちゃってますからね。一体何が起きたんでしょうか。気になるでしょう。それでは見ていきましょうか。レッツゴーと、はい、とまずはですね、僕のチャンネル2019年7月から始まったんですけど、2019年の一大トピックとしては、キングヌー白日のレッスン動画がですね、なんと関優様ご本人にツイートをしていただけて、登録者数が爆伸びしました。1日2000人ぐらい増えた日もあったかな。そんなバズりを起爆剤として2020年1月ですね、この時点では登録者数が1万7000人まで伸びました。2月にはこちらの通り2万人に到達いたします。リスさんウキウキ順風満帆といった感じだったんですけれども、ここで初めて一つ目のトピックご覧ください。ゲロルシュタイナーしている顔文字でございます。何があったのかというと、こちら忘れもしない3月18日、私ビスタン、なんと動画を30本近く誤って削除してしまいます。そんなことあるのかと。その結果ですね、こちらの画像見てください。地獄絵図でしょ。もうね、今でこそ立ち直ったけど、本当にしばらくは思い出すたびに病んでました。そのせいで3月4月と見てください、グラフが下降していますね。これは本当に辛い時期でしたね。だがリスタン、ここではめげません。6月見てください、これ怒っているんじゃないんです。気合を入れたマークでございます。この6月何をしたのかというと、6月は30日間1日も途切らせることなく叩いてみた動画をアップするという怒涛の企画を完走いたします。そして2万4000人にまで回復したんですね。まあ、とにかくがむしゃらに頑張るということ、やはりネットの世界でもこれは大事だなと改めて痛感した出来事になりました。そしてその直後見てください、ハートマークの顔文字ございますね。こちら何があったのかというと、初めて私ビスタンとして仕事をいただいたんですね。ビッグママ様のサポートをさせていただけることになりました。こちらの初めてのライブがあったのが7月20日と、そんな回もあって8月には2万5000人到達しました。ここで見てください、10月もう一つのトピックがやってきました。見てくださいこの顔、何やらめちゃくちゃ嬉しそうですね。ここで初めてのプチバズりを経験します。ワンオクロックの完全感覚ドリーマーを全部バラバラに演奏するという動画を YouTube で上げて、その切り抜きを Twitter でも上げたんですけど、2500リツイートされたんですね。久々に10万以上のヒット作が生み出すことができました。もう一つ割と伸びた動画がありまして、ライブ中にドラマが死を覚悟するトラブル9選というオリジナル動画を上げたんですけど、こちらがまた予想外に再生数が伸びまして、20万回以上再生されたことで登録者が一気にさらに伸びました。そして12月にですね、年内目標としていた3万人登録者数を無事に達成しました。イエーイ。で、本題趣旨である収益公開、特にこの再生数と登録者が伸びた11月の収益を公開したいと思います。いってみよう。いくぞ。ちなみにですね、 YouTube の規約上、まだ振り込まれていない確定していない金額を公表してしまうと、それは規約違反になるんですが、すでに確定した金額に関しては公表しても規約違反にならないということで、私のこちらの今日の公表では最新の11月分の収益を公開したいと思います。私ビスタンの2020年11月分の月間収益は10万126円でした。この11月ですね、僕収益化した動画3本しか上げてないんですよね。たださっきの年表にもあった通り、少し長めの動画がそれぞれ10万回以上再生されたことによって、これぐらいの金額が入ることができました。もろもろ自分の感触でまとめると、
登録者数3万人いても短い動画だったりとか更新頻度が少なかったりすると1万円からよくて5万円台、週に1本から2本以上アップロードしてなおかつコンスタントに数万再生以上が記録できれば5万円以上が見込める、週に2本以上更新し長尺の動画もあり、なおかつ数十万再生以上のヒット動画もポツポツある、こんぐらいのレベルになれば3万人程度の登録者数でも20万30万の収益が見込めるようになる、こんな感じじゃないでしょうかね。どうです、すげえ俺もやろっかなと思います、それともそんだけやんなきゃいけないの夢ないわって思います、どう思います、やめよっかな諦めよっかな、いや僕はまだまだこのチャンネルを大きく成長させていきたいです。自分が表現したいことを自分自身の力で表現すること、これがこれからの時代一番大事なことだと思っています。見ている人にとって有益な情報がある、見ていてワクワク楽しくなる、これからミュージシャンという仕事が憧れとして将来の夢としてもっと希望や夢を持てるようなそんな姿を発信していきたいんです。チャンネルを大きく成長させたいと言いました、僕にはそれができると思っています。実際に2020年も3万人という自分なりの目標を設定し達成しました。しかしそれは確実に僕だけの力ではありません、見てくれているあなたがいるおかげです。これは単なる綺麗事ではなく僕自身の確かな実感です。いい反応でも悪い反応でもどちらもひっくるめて見てくれているあなたがいるということは、これ自体が僕自身の自己表現の灯台のような道しるべになっています。出会ってくれて本当にありがとうございます。次の目標は10万人です。というようないろんな思いの背景もあって今回はあえてセキララに僕の収益を公開させていただきました。少しでも何かの参考になれば嬉しいです。2021年はもちろんもっとチャレンジしていきたいと思います。いやなかなか興味深かったな、ちょっと応援してやるかと思っていただけたあなた、高評価とチャンネル登録をよろしければぜひお願いします。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。今年もよろしくお願いします。バイビス。